高齢女性の特殊詐欺被害を未然に防いだとして、養父市に住む2人に対し、警察から感謝状が手渡されました。高齢女性への特殊詐欺被害を未然に防いだとして、南田島警察署から感謝状が送られたのは、養父市の酒店従業員の田中恵子さんと、タクシー運転手、小野山俊夫さんの2人です。警察によりますと、先月7日、田中さんが店の顔なじみだった高齢女性から電話で、携帯電話代金が未納なので支払うために電子マネーを買いたい、コンビニの場所を教えてほしいと相談を受け、特殊詐欺の可能性が高いと疑い、支払いに行かないように説得しました。田中さんは念のため、女性が外出の際によく利用しているタクシー会社へ、女性が詐欺に遭っている可能性を伝え、運転手の小野山さんが女性を車に乗せた際に車内での電話のやり取りなどから被害を確信、女性を交番に送り届け、特殊詐欺被害を未然に防いだということです。スムーズにスーッと言ったけど、自分でもちょっとびっくりしてる感じです。はい、本当に防げてよかったなと思います。はい、事前にちゃんと情報いただいてたんで、だからそういう対応ができたんだと思います。お年寄りの大切なお金を守ることができて本当に良かったと思います。もうこの田舎のもうあの教科書に載るような好事例ということで、地域の方が地域の方を心配して声かけていただいて、さらに一歩踏み込んで次の手も打っていただいてという形で。南田島警察署管内では今年に入って特殊詐欺被害が3件発生しているということで、今後も詐欺被害を減らす取り組みを続けていきたいとしています。